皆さんは北陸ベルというものをご存知でしょうか。北陸ベルというのは車外放送で発車案内ができない旧型車両のために作られた発車ベルのことです。ですが新型車両の導入もあるのですが、スイッチが変なところにある北陸ベルを知らない車掌さんがいるなど、今の北陸での収録は困難を極めています。今日はそんな北陸ベルの動画です。この動画で北陸ベルの存在を知ってもらえると幸いです。早速本編に行きます。1、北陸ベルの主要駅。まずは IR 石川鉄道の北陸ベル主要駅です。 IR 石川鉄道は東金沢、森本、津幡、なんと栗原にもあります。続いて愛の風富山鉄道の北陸ベル主要駅ですが、全駅使用停止となっています。最後まで生き残っていた北陸ベルのスイッチは表面にガムテープが貼られています。ですが高岡はそれよりも前に使用停止しています。なのでこのようにテープが貼られていません。ですがこの押しボタンスイッチももう二度と扱われません。次は新潟県を走っている越後ときめき鉄道の北陸ベル主要駅です。市振り、親知らず、近江、以上です。かつては那達、能にもありました。ですが2駅とも使用停止になりました。続いては僕が北陸ベルの存在を知らない時に聞いた北陸ベルの動画3つをご紹介します。本当は5つの北陸ベルを聞いていたんですが、そのうちの2つはお蔵入りです。中津幡の発車ベルの詳細を説明します。発車ベルの稼働時間は固定です。しかもそれが長くて、その上閉じ目放送があるのですごい省略されます。ここは白衣です。この駅はザ・北陸という感じの音色です。これも白衣です。このスピーカーはすごい特徴的です。3番線にはスイッチがないですが、2番線のスイッチを扱った事例もあります。昔はこのように3両が基本でした。なので3両が引退していき、扱えない駅もどんどん増えていきました。ですが2両や4両で扱える駅もたくさんあります。結構前ですが今城と南城で運転士が扱った話を聞きました。なので北陸ベルを聞ける回数はもっと減りますが、一応聞くこともできます。皆さんも北陸に行った際は、めったに扱われることのない北陸ベルの存在を思い出してあげてください。本日もご視聴ありがとうございました。